怖い怖い怖い。ここなんか問題の部分って感じがする。これやばいよね。これここすごいやばい気がする。どうしよう、怖い。ちょっと待って、ねえ、マスターソードの回復まであと3分かかるんだけど大丈夫そう？降り立っちゃった。怖い、助けてた。え、待って、おい、無理だって。チューリ。一人で乗り込むなんて水臭いよ。やばい。リンクは一人じゃないんだよ。オイラもいるんだ。僕も。ご先祖様の思いを受け継いで一緒に戦うごろ。リンク、俺たちがハイラルを守るんだ。ゲルドがそなたに受けたを今こそ返そう。やばい、ダメだ。もう恐怖が。イニシエの過ちを今償いましょう。魔王との長き因縁に決着を。ダメだ、恐怖とみんなが来てくれた安心で涙がやばい怖いよ。いやー、ちょっと待って、怖い。待って。あ、ボスボコブリン怖い。よしつけた。まだいるの？次はリザルフォス軍団か。武器が強い。ずっとさ、強い武器あんまり使わないように温存してたから。ここへ来て強い武器が残っている。あ、ギブドか。 OK です。ギブドは燃やして殴る。それかあれか、ルージュの力か。いい感じだ。よし、あとちょいで押し終わるかな。モリブリン、怖いよ。あとちょっと。よし、倒し終わった。正気か、あそこに奴が。あ、フリザゲイラだ。やばい、今まで倒したやつがどうやって倒したか忘れたんだけど。またこやつらを生み出し我らを挟み撃ちにするつもりか。戦うの？こいつらは俺たちの因縁の相手。リンクは手出し無用だぞ。リンクは先に進んでほしいごろ。ユンボー前見えないじゃん。見せてやるごろ。大丈夫なの？大丈夫、一度倒してる相手だ。オイラたちなら余裕だよ。行ってください、リンク。かっこいい、みんな。ちょっとみんな大丈夫なの？向こう側に閉じ込められちゃった。また一人になっちゃった。どうしよう。怖い。とりあえずハート回復して。よし、ご飯食べた。回
回復しました。あ、怖い怖い、待って、落ち着いて落ち着いてください。こっから来たからこっち行く。あー、みんな大丈夫かな。しかも結局みんな一緒に来れなくなっちゃった。魔王とはリンクが一人で戦わなきゃいけないのか、怖いよ。なんか広い。あ、進んでしまった。めっちゃ怒ってるじゃん。あ、やばい、ゾンビじゃなくなっちゃった。やばい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 。これよりこの地をあるべき姿に戻す。世界は我が滑る、我が定める。それこそが王である。よみがえっちゃったよ。その世界の始まりよ。怖い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 。う、あ、待って、怖い、待って。ああ、ちゃんとガードしないと食らっちゃう。ガードしても食らっちゃう。どうしたらいいのかな。でもちょっとは与えられてるのか。あ、怖い、無理です。あ、ちょっと待って、地面が正気。なんか避けたけど、無理無理無理。あ、怖い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 。あ、痛い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 。え、待って、ハートなくなったんだけど。無理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 。ハートなくなった。ハート1個なくなった。祠を4つ巡ってようやく手に入れるハートがなくなった。爆弾とか効くかな。あ、ちょっと効いてる、効いてはいるわ。効いてる効いてる。ああ、ああ、避けられない避けられない、下手すぎて。やったけど絶対こんなもんじゃないでしょ。知ってるんだよ。なんか変身とかするんでしょ。親しい感覚だ。血が湧き、肉が踊る。そして体の隅々までがさらなる力の解放を渇望しておる。やめてください。うわぁ、ちょっと、どんな敵？怖い。
怖い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 。え、体力ゲージ今体力ゲージやばかった。幕引きの時間だ。今度は腕だけでは済まさない。ちょっと待ってくださいね。リーチの長い武器使わせてもらっていいですか。これしか効かないのかな、もしかして。他の武器だと、あ、待って待って、他手なんかいっぱいいる、いっぱいいる。チューリー来た。ちょっと待って、私一生懸命逃げてる、一生懸命逃げてます。あ、ちょっとは食らわせられるけど。みんな来た、私がこんなにヘナチョコだから。今から決着を。みんなが頑張ってくれてるのに私はめちゃくちゃ変なチョコでマジで申し訳ない。なんか風、おお、乗ってみたらいい感じだった。よしよし、もう一回。あー、びっくりした、近くに来るから。え、何、どうなったの、体力ゲージ見てなかった、半分くらいいってたのかな。え、吸収された、無理。みんなが、あ、半分になってたんだ、半分になって残りが集合した感じか。あー、細かい、これ逃げればいい感じ。あ、ちょっと待って、みんな倒れてる、みんな倒れてる。あー、痛い、ハート壊れた、無理。ちょっとずつしか殴れない。また細かいやつやってくる。あ、追っかけてくるやつか。逃げて。あ、無理。もうダメだ。下手すぎて笑うしかない。殴りたいのに殴れない。これ隙間。全然食らってない。このマスターソードじゃないとダメなんだ。よし、マスターソードで。殴ってくれー。待って。あっちに行けない。吹き飛ばされてばっかり。この絵の盾が壊れそう。よし、あ、え、ラッシュ攻撃やめてください。ラッシュ攻撃をされた。怖い、無理です。何する気。あ、追っかけてくるやつか。あー、怖っ。なんか避けたな、どうにか。何やってるんだ。あ、ここにいるとハートが壊れる。待って、怖い。ちょっと待って、めっちゃ食らってる。よし、頑張れ、あとちょっとだよ。やった、苦しんでる。やばい、まだ生きてる。たかが人の子一匹に。え、あ、奇跡。何するの。もはや自我も肉体もいらぬ。まさか貴様らを地獄の道連れに。あ、やめて、危ない。
やばいって。うわ、死んじゃう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 。石飲む人によってこんなにドラゴンの姿違うんだ。今これと戦うの？どうやって？こんな状態でどうやって？助けてジルダ。どうやって戦うの？どうやって戦うの？待って、あ、すごい。すごっ。あ、やばいやばい、ハート壊れた。どこをやればいいんだろう。ここ正気まみれ。なるほど、こいつに近づくと。ゼルダ乗せて。ありがとう。乗った乗った。これで上に行けるんだ。で、どこを攻撃すればいいんだ。あれ着てみよう。グライドマスクとかグライド装備を。かなり機動力が上がる。避けやすくなる。どこが弱点なんだ。あれ、なんかあの光ってるところ、あれかな。あれ怪しい。お、近くにある。やっと攻撃加えられた。そういうことか。うわー、怖いよ怖いよ。ゼルダ助けて。ありがとう。あの背中の目玉みたいなやつだ。お、直接殴れるんだ。びっくりした。よしよしよし。よじ登れない、よじ登れない。めっちゃ難しい。
ょっとだけしか殴れない。やれやれ、よし、あ、ここ一個、ようやくここ一個潰したんだ。やばい、すごい大変だ。殴れ、よし、こいつもやった。ここからいけるのかな。こいつをやりたい。よし、潰した。あ、ありがとう。受けてくれてる。あとは尻尾の方だったな。違うか。あっちが復活してるんだ。真ん中。あ、よし、潰した。あとはどこをやればいいんだ。ラスト。わあ、空、空やばい。あ、てっぺんだ、頭だ。ありがとう。頭の上。絶対ゼルダを元に戻すんです。そのためにはこいつをやらなくてはいけない。とどめ。浮いてる。
つぶってるノゼルだ。ゼルダ、落っこちちゃう、落っこちちゃう、助けて。あー、ちょっと待って、急いで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 、早く。今度こそ助けないと。待て待て、ないのですね。どうしたよ。よかった。本当によかった。でも、どうして。
かります。私ずっとまどろみの中にいました。そこでとても大きな温かなものに包まれて目が覚めたんです。ありがとう。私ずっと昔の時代でいろんな人に会いました。あなたに話したいことがたくさんあります。ただいま、リンク。終わってしまった。ちょっとぐしゃぐしゃに泣きながら見てたんですけど、よかった、ゼルダ戻ってきましたね。早く元に戻してあげなきゃと思って必死だったけど、ちゃんと帰ってきた。いやー、終わっちゃったのが信じられない。最後のボス、みんなが助けてくれなきゃ倒せないんだけどって思って、無理と思ったけど、なんとかやれてよかった。ハートをめちゃめちゃ増やしていった甲斐があったかも。やっぱり避けられないから避けられないから、食らいながら回復しながら戦うしかないから。なんかみんなが助けに来てくれるたびに泣いて、泣きながら戦って、ゼルダが助けてくれてる最後の戦いなんかずっと泣きながら、どう倒せばいいのか分かんなくて、あー長かった。これちゃんと倒した世界になってるのかな。なってるといいんだけど。いやー、かっこいい音楽、かっこいい。このオルディン地方の音楽なのかな、神殿の音楽だっけ、忘れちゃったけど、かっこいい。音楽がいいよね、ゼルダ。壮大な感じが。なんかブレワイの時、最後のボス倒したのにさ、倒してない世界のままでセーブになってて、それがすごい嫌だったんだよね。
その後やり込む気にどうしてもなれなかったのはそれが理由で、だから今回もクリアしてもガノンドルフがまだ生きてる世界に戻されちゃうと、なんかね、探索する気がなくなっちゃいそうで怖いんだけど、そう怖いと思ったからできるだけメインクエストに近そうなものはやっちゃおうと思って片付けたんだけど、どうなってるかちょっとエンドロールが終わったら見に行こう。それにしてもゼルダの伝説ティアキンは初めてのゲーム実況だったから、なんかどうカットしていいかよくわからないまま、メインチャレンジと全然関係ないところも録画してたから、もう90以上になってしまって本数がどこが大筋なのみたいな動画の数になっちゃったけど、でもなんか最初の頃からずっと見てるって言ってくれてる人とかもいて、こんなヘナチョコなのに見てくれているって聞いて頑張ろうって思って進めていました。ゲーム実況でも楽しいです。続けたい。ゲームも楽しいし動画作るのも楽しいから続けたい。今回はやっぱり仲間がいたのが面白かったな。ブレワイはやっぱさ、リンクが一人ぼっちだっていうのがすごい際立っていて、なんかね、記憶をなくしている状態でスタートするからさ、どこに行っても自分はみんなのこと知らないし、世界の世の中の人もみんなリンクのこと知らないんだよね。記憶をなくしてたっていうのは100年間眠ってたっていうのがあるから、100年の間に世界がすごく変わっちゃって、リンクの知り合いが全然いない世界になっちゃって、ゼルダもいないし、なんかそういうところで冒険してたからさ、ティアキンでチューリーが仲間になった時感動しちゃったもんね。あ、そうだ、みんなはあそこで戦ってその後どうなったんだろう、めっちゃ心配だな。もちろん生きてるって分かってるんだけど、会って喋りたいよね。わあすごい、ハイラル城地下の音楽がちょっとアレンジされてる、かっこいい。これすごい怖いけどかっこいい音楽だよね。あー、この時つかめなかったところから始まった。めっちゃいいな。すごいね、みんなと握手して盟約を交わした右手でいろいろあったっていうのが今流れてるけど、あの時ゼルダを助けられなかったのも右手で、みんなとつながったのも右手だったんですね。
あ、この時ゼルダを元に戻したのも。あ、みんなよかった。みんなよかった。元気だ。おお、うん。プルアも来たの。こんな広大な土地を丸ごと空に浮かべるなんて。改めてゾナウ文明の力を実感するわ。あなた方をここに連れてくることができてよかった。ここからハイラルのすべてを見てもらいたかったのです。わあ、僕こんな高いとこ初めて降ろう。ああ、素晴らしい景色だ。ゼルダはずっとこの空にいたのだな。ええ、覚えてはいないのですが、もう一度ここに立てるとは思っていませんでした。これは推論に過ぎませんが、ラウルの光とソニアの時の力。ああ、そうか。二人がリンクに力を貸して奇跡を起こしたのかもしれません。時が来たようです。え、ミネル様。遥か昔、私たちが先の時代に委ねてしまった災いはあなた方が払ってくれました。これで私もラウルたちのもとへ行くことができます。行っちゃうの？ラウルとソニアにも伝えましょう。ミネル様、あなたの思いもあの二人のもとに。
ウル様、ソニア様、ミネル様、そして古代の賢者たち。あの方たちが願ったのは束の間ではなく、永遠に続くハイラルの安寧。私はその思いに応えたい。これからもずっと。みんな力を貸してください、私に。終わっちゃった、本当に終わっちゃった。どうなってるんだろう。やっぱりそうじゃん。中央ハイラル地底に星がついてますね。そういう感じか。ちょっとこの世界がどうなってるかはゆっくり見て確認しようと思います。あんな壮大なエンディング見たのに地底から始めるの辛くない？めちゃめちゃ辛いけど、でもゼルダを救えました。よかった。長々と見てくださってありがとうございます。このまま何かを続けるかちょっと考えてみようかな。探索動画とか出すのか出さないのかとか。というわけで、ストーリーはここでおしまいです。ありがとうございました。